はい、グダグダ料理教室の第142弾、キャベツと、豚肉のレンジ蒸しということですね。はい、こんな感じで仕上がりました。ちょっとこれ卵、薄焼き卵ですねを上に乗っけて、こんな感じです。でですね、ここに、ソースなりケチャップなり、まあ好きな味付けで、お好みの味付けをして楽しんでくださいということでですね。はい。こんな感じで、ちょっとね、豚肉が卵で隠れてしまいましたが、ね、きちんと火は通っておりますのでね。はい。で、これ、本当にもう簡単です。皿にセットして、レンジにぶち込めばできてしまうのでですね。ちょこっと、まあ、お家にある材料で、代用可能ですのでね、ぜひ、ステイホーム習慣の間にですね、皆さんもぜひ試してみてください。はい、ということでですね、まあ味はちょっとね、一人一人好みが違うと思うので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。